はい、皆さんこんにちは、ワンタメンクマちゃんです。ちょっとね、さっきまで小顔矯正ちょっと施術の方受けてて、もう本当ほとんどすっぴんの状態なんですけども、今日はね、すっごいお腹空いて、で、私がずっと行ってみたかったシャーシェンシャオチュっていう、中国でね、もう多分6万店舗以上展開しているめっちゃ有名ななんかね、そういう軽食のファーストフード店があるんですよね。それがなんか日本にもできてて、ちょうどね近くまで来ているんでね、そこに行こうと思っています。ちなみにシャーシェンシャオチュは高野馬場にあります。でシャオチュってどういう意味かというと軽食ですね。でなんかメニューは結構パンミエンとか麺だったりワンタンだったりそういうのが多いですね。やっぱね、こんにちはワンタン麺って言ってるぐらいですから言っておかないとね。いや楽しみだな。高野馬場も久しぶりに来たんだけどね、本当に街の中はさ、なんかファーストフードだったり、あと中華系のお店がめっちゃ多いんですよ。めちゃめちゃ多い。多分もうちょいなんですよね。あ、ここだ。ここだ。シャーシェン省中国福建省にあるシャーシェンからの発祥。そうそうそう。めっちゃ店舗数多いんですよね。入ってみたいと思います。失礼します。なんかとりあえず座っといてくれたらいいよって、メニュー見てくれって。どうしようだな。最初はね、このワンタンだけにしようと思ったけど、やっぱこのパイミエンが美味しそうだったからね、この2つ頼んで、今日寒いからね、この冬瓜とスペアリブの蒸しスープ、冬瓜排骨湯も頼んだ。あ、結構いろんなメニューがありますね。これうまいんだよね、この湯がい。この辺ね、めっちゃ中国って感じで懐かしいんだよな。やっぽーず鶏もみじ手のところ、これも結構中国だと食べるんだよね。日本だとあんま見ない。この辺の小籠包とかね、蒸し餃子とか、また今度食べに行きたい。こっちのサイドメニューはこれ全部デザート系だね。ね、これ美味しいんだよね、揚げまんじゅう。中が多分ミルクでとろっとしてんのかな。店員さんがね、ひたすらおしゃべりしてるから、本当に雰囲気がめっちゃ中国。为什么呢？你问我，我他妈问谁？然后那个聊不是已经转到他这边，在他这边了吗？美味しそう。那个，你好，那个十月份转到。多量多い気もするけど。あ、お腹空いてるからね。頑張ってください。要命！感觉东西好多。哎哎哎哎。何がもらえる？マイクセット。ハハハハハ。この。ありがとうございます。変な色でやる。に。固まってきちゃったな。我老婆在哪在自己学校的学语，我太姐了。我学了一个多月啊，学了七个。濃厚で美味しい。我每天在那里什么在写。ピーナッツバター。我看见了没说。麺，ピーナッツが。
お酢ね、合わせれるんじゃない。お酢ね、合わせれちゃうんじゃない。では、You want to go? So, so, go, go, yes. はい、ということでね、今食べてきたんですけど、本当にね、すごい中国っぽい味でしたね。でも日本の方も全然食べられる、多分日本の人も好きなね、味付けなので、福建省の料理っていうのはね、なんか本当に中国にいるみたいな感じで、店員さんがずっとおしゃべりしてて、お客さんと喋ったり、店員さん同士喋ったり、結構中国語勉強になるかもしれない。ぜひね、中国の雰囲気好きな方は行ってみてください。